オラたちの分まで頑張ってほしいっぺさ。祈り子様は去り、我らは森と共に滅びゆく。今はただ終わりを待つのみ。待って、そんなこと言わないで。開くんなら、なんで俺に一声かけてくれなかったんだ。大赤屋の名にかけてチケットをガンガン売りさばいてやったのに。よお金は取ってないんだよ。できるだけたくさんの人に見てほしいから。それじゃあチケットなしでも見れるってことかい。たっくに売り切れたと思って諦めてたんだが。うん、大赤屋さんも見に来てよ。お、そうさせてもらうぜ。ついでに会場で弁当でも売りゃ一儲けできるしな。それじゃ早速行かねえとな。魔物を退治しに行った連中はこの通り返り討ちだよ。なんとかしてくれるとありがたいんだけどね。まずいことになってるし。食べられかしら。かつてロンゾは多くの仲間をクワドの老子に奪われた。滅びかけた一族をまとめたのはクワド族への恨みだが、オンヤマはクワドへの復讐を許さない。ロンゾは恨みでまとまることができない。この先ロンゾは何を頼りに団結すればいいのか。
ひまり長老が御山を守ってくださる。だからロンゾの若主は安心してユーナの歌を聴きに行ける。幼いユーナに出会った日、キマリは誓った。ユーナはキマリが守ると誓ったおかげで、キマリは何者も恐れなかった。キマリは誓いに支えられていたのだ。今のキマリが守っているのはユーナではないが、守ると誓った。その誓いがキマリの力となるだろう。グアドとの戦を望まぬキマリは臆病者だと罵られた。でもキマリの目に曇りはない。長老の重荷を立派に受け止めている。その姿を見て皆が気づき始めた。ロンゾを導く強さとは、戦を恐れぬ強さではなく、戦を起こさぬ強さなのだ。ロンゾは新たな道を探さなければならない。行く手には氷雪が渦巻いて道は見えない。だが道が見えなければ探すのが若主の務めだ。
ナ君かい？こんにちは。彼らに聞いたよ。コンサートを開くそうだね。歌の力でスピラーを一つに。そんなところかな。君にならきっとできる。いや、君にしかできないことだと思う。頑張って、ユーナ君。こうやって機械で話すのはどうも落ち着かないね。シドさんのおかげでだいぶ慣れたけれど、まだ少し抵抗があるんだ。マローダにもよく笑われたよ。時代遅れだって。ベベルにいたマローダさんともこれで話したんですよ。ベベル、あの町今どんな様子かな？うまくいってないみたいです。バラライさんに代わるまとめ役がいなくて。となるとエボンの総監たちは大召喚師ユーナ様を担ぎ出そうとするだろうね。そんなこと言われてもって感じっす。しかしそんなことになっていると。教えてくれてありがとう。僕が守るべきもの、それは皆ちゃん、ライブだって？すごいな。応援行きたかったっす。ダメなの？赤ちゃんがもうすぐだからさ、心配で心配で。ルルンさんより若さんがね。でもこれで歌も聴けるんだろ？応援するからね。